本日は神戸大学キャプテンの寺川選手にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。最後まで両校どちらが勝つかわからない拮抗した試合だったと思いますが、今日の試合を振り返っていかがでしたか？そうですね、ビッグプレーを起こせなかったのが一番の敗因かなと思ってます。やっぱり僕たちが目指してきたフットボールは、その我慢の試合で、拮抗した試合でというよりかは、どっちかというと、もう攻めて攻めてビッグプレー、ODK ともにビッグプレーを起こして試合を決めるっていう、そういうプレーを目指してきたので、まあ、僕はディフェンスなんで、特にディフェンスですね。ディフェンスでビッグプレーを起こせなかったのが、やっぱりこの試合を最後勝ちに持っていけなかった一番かなと思ってます。4回戦にとって本日が最後の試合となります。来シーズン後輩たちに受け継いでいってほしいものはありますか？そうですね。勝つためにやってきたので、決して4年間頑張ってやりきることがその目的ではないので、僕たちは日本一という目標を掲げて、全然遠い目標だったんですけど、結果としてはやっぱり勝つためにやってきたんで、4年間やりきることだけじゃない、その勝つために勝つチームを作っていってほしいなと思います。最後に応援に来てくださった観客の皆さんとチアの皆さんに一言ずつお願いします。観客の皆さんへはやっぱり日本一っていう目標を掲げて、この今年は1校しか全国大会に行けないという中で、シーズン早々にその厳しい状況になってしまって、そんな中でもずっと応援してくださって、やっぱり温かい言葉いただいてすごく感謝しています。やっぱりどうしても勝つチームを作りたかったので、そこは勝つチームを作ることが4回生やその主将である自分の役割だったと思うので、そこが果たせなかったことがとても申し訳ないですが、1年間応援してくださってとても感謝しています。チアの皆さんへは、うちのチームは大学のチアではなくアメフト部についているチアですので、もうチームの一員としてレイバンズ2022の僕たち4回生やキャプテンの僕についてきてくださって、毎回温かい応援、熱い応援をいただけて本当に感謝しています。本日は神戸大学の寺川選手にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。